格好アザミ族は、キクカの一族である。学名より、アゲラタム族、アゲラタムとも呼ばれる。族名は、エイジラスで、長い間鮮やかな青紫の加色が保たれる、ことによる。戦前から栽培されていたのは、格好アザミアゲラタムコニゾイズであったが、現在栽培されているのは、ほとんどが大格好アザミアゲラタムハウストニアノムである。メキシコ原産の、 反対感性常緑多年層または赤んぼくであるが、園芸上は春巻一年層としている。草丈は F1 の Y 生種で15から 20cm、切り花洋種や4倍体のブルーミンクなどは 70cm くらいになる。前層に荒い毛が生えている。茎は直立だが根元からよく分子し、ほふ状になることもある。葉は直径 10cm くらい。 ほぼ円形で耐性する。花は、1センチメートル位の頭花が円錐状に十数輪、またはそれ以上まとまって咲く。花の色は、明るい青紫が基本であるが、白や薄桃色の品種もあり、最近かなり濃い紅色のものも出ている。微細種子なので、種は丁寧に巻くようにする。苗物は4月に入ると売り出されるが、これは1月か2月に。 温室で巻いたもので一般家庭で巻く場合は、染み吉野が散り始めた頃が良い。花壇に定食するときは比較的排水の良いところを選ぶ。肥料、特に窒素肥料が多いと葉はよく茂るが花数が少なくなるので、肥料は控えめにした方が良い。ありがとうございます。